早速ですが担当のキャスターさんお呼びしていきましょう。今日のサンシャイン担当は大島リノンキャスターです。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインを担当します大島リノンです。今日のお天気しっかりと確認していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。半袖、ね、リノン様ですね。そうなの半袖になった。でも半袖だよね。めちゃくちゃ半袖です、ね、昨日ノースリーブとかだったんですよ衣装実は寒い大丈夫。昨日はでもさすがに二の腕がキンキンに冷えて、ね、ちょっと触るとさこういうとこ冷えてたりするよね。そうなんです。今日は大丈夫でした、ね、そう今日結構朝からあったかいよね。そんな気がします、うんねうん、外の気温もやっぱり高いからなのか、うんね、朝はスタジオ結構寒く感じる時、うん、たまにありますよね。ああ冷えてるよね場場も温まってないし、なんか空気もなんか人がいなかったのかなっていうのをすごく感じるよね朝。そうなんですよ、うん、ただ今日は比較的、うん、暖か、うん、過ごしやすい体感でスタジオの中でも過ごしていたんですけれども、うん、今日はやはり晴れて気温も上がるところが多くなっていきそうです、うん、はい、はい、あ昨日番組内で前髪作りの動画も、うん、見てくださってましたよね。今日も見ますよ。もちろんなんかそう小さいストレートアイロンみたいなあるあるっけ。あんなの あれ自分のやつ持ってきてました、ね、やばくない。いやなんか会社にもあるんですよね、うん、何種類か。あそうなんだ。あ、はい、なんか細かいこういう遅れ毛とかを巻く細いのとこうストレートヘアを作る太いプレートのがあるんですけど、うんうんうん、それで作った時いつもあんまりうまくいかなくて、うん、あなるほどね。だったらもう自分がいつも家で使ってるのを持ってこようってなって、うんうんうん、なんか結構いろんなね種類がさストレートアイロンにもさカールするアイロンにもあるじゃない、はい、あります。結構さ同じ幅とか同じね、うん、なんだろうタイプだったとしてもちょっとメーカー違うだけでね仕上がりがちょっと変わって見えたりするよね。そうなんです。全然大したこだわりないから全然わかんないですけど多分あるんです。いやでも私が使ってたのを、うん、あの松清とかでも買えます。すごい薬局とかそんな、はい、結構持ち運べるみたいな感じだったよね。あ ちっちゃめのやつを、ねうんうん、私はチョイスしてて、そう、うん、あの種類だと100度未満が設定できるので、うん、あ言ってたそれも なんだっけあダメだ試験で落ちちゃうこんな何度ですか。70度。あ惜しい。80そうです80か。あ危ないこれテストでめっちゃ迷う。70だったけど80、70、80みたいなあでもあれあの、うん、あなんとなくなんですけど、あなんとなくでも80にしてるってことだよね、はい、あの本当は100以上のメモリしかないんですけど、うん、私が勝手にそれよりも低い位置に設定してる、うんうん、あなるほど100より下にして、はい、そうなんですけど80、ね、そうそうそう80でした。覚えておいてください。そんな低い温度高い温度の方がさ結構形つきやすいと思うじゃんけどね低い温度でも鉄壁になるっていうので、はい、いい情報でした。ありがとうございます。ぜひ珍しい美容系の動画が上がっておりますので、ね、ぜひあのあんなピンクのプリプリしたフォントを初めて見ましたので、うん、本当だよね確かにポップだねすごいそうなんです、ね、ぜひぜひ編集も凝っていただいたので、うん、ぜひご覧ください。はい、そして今日はですね6月11日ワンワンの日ということで、うんね、はい、もうなんともお上品なねえ おしゃれそうなんですよ。サンバイザーしてる、うん、これスカーフだと思ってたんですけどやっぱりそうなのかな。えどれ、うん、お洋服というかなんかお洋服あれだねデニム生地に可愛いなんかポップなスカーフみたいな布が、ね、ですよね合体してるおしゃれな洋服着てるわ。おしゃれでお上品な、うんねなんかテニスでもされるんでしょうかという、ねねね、休日にさなんか疲労とかに着るさマダムテニスなんだけど完全に疲労なんですか。なんか集まるあり詰まりがちな疲労のそうセレブマダムテニスしがち休日、ね、そう本当にそんな感じなんですよ、ね、なんか大きなネックレスとかつけてそうでテニスやるぞって時外して、ね、サンバイザーかぶってみたいっぽいんですけど疲労のセレブテニスマダムワンコ、ね
たんですが、あの散歩の時もね、もうよく晴れていて、これからはワンちゃんにとっても暑さ厳しくなる季節だなというふうに来ておりましたが、引き続きリポートもお待ちしております、ね、マダムにとっても夏は厳しく本当ですよねなりますよね。今日も気温が上がっていきそうです、この後も晴れエリアもエリアとしては多いですよね。そうですね、この後もですね、あの晴れるところが今日は全国的に多くなりそうです。その分気温がねぐっと上がっていきますので、気温の上昇をしっかり追いかけつつ、雨がね降るエリアもありそうですので、そういった雨の天気変化もですねしっかり追いかければ追いかけられればいいなと思います。あとはワンちゃんリポートたくさんお待ちしております。ではこの後サンシャインよろしくお願いします。さてここまでウェザーニュースライブモーニングお送りしていきました。3時間ご参加いただきありがとうございます。ぜひ前髪を仕上げてくださいということで、今日火曜日も素敵な一日となりますように、皆さん気をつけていってらっしゃい。じゃあお呼びしたいと思います。松雪彩香キャスターです。こんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当します松雪彩香です。広い範囲で晴れてもう気温も高くなってきていますね。この後の暑さなどしっかりとお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はまずじゃあリポートからご覧ください、はい、何でしょう。こちら青空で日傘、活躍しそうだねということで、お写真送っていただきました、今日は傘の日ということなんですけれども、晴雨兼用の傘か日傘のみの傘か、それとも雨専用の傘か、何をお使いですか。この時期はもう毎日晴雨兼用の傘。晴雨兼用ですか。その晴雨兼用の傘が、雨寄りのビジュアルか、その日傘寄りのビジュアルか、分かれません？結構分かれるね、私のは完全に日傘寄りだし、ちょっとちっちゃめ。そうですよね、日傘ってちょっと小さくて短いですよね。から土砂降りとかだと若干心もとない感じはあるかも。そのなんかどっち寄りを使ってるか、でなんか雨寄り使ってるとあまりにも晴れてる時にちょっとなんかこれ、あのこれ日傘なんだよ一応みたいな、なんかちょっと気になっちゃうよね。そうなんですよ、あれあの人雨傘かわりふさしてるのかな、見られてないかなみたいな別にねそんな気にならないと思うんですけど、なんかねそう日傘なくて雨傘持ってたやつ差しましたみたいになってないかなでも分かるな、ちょっと気になっちゃうな。そうなんですよね、で、あの男性24歳の方もね、日傘デビューしましたって今コメントありましたけれども、そう今コメントにもあったんですけど、日傘ってなんかフリフリしてるんですよね周り。あ、でもそのイメージはあるかも。ありますよね、白で、まあ、ちょっとアイボリーがかってたりして、ふわふわねみたいな、あるある。すごい女性寄りの、ね、デザインも多かったりして、なんかこの晴雨兼用、どちらにも寄ってなくて、かつなんか男性女性どちらが指していても、なんかこう一番しっくりくる、で、まあ、かつ折りたたみだと嬉しいな個人的にいっぱい要望が、そうなんですよ、いっぱい要望があってなんかしっくりくるものにまだ出会えてないんですけれども、そうね、なんか傘の種類もどんどん増えてるからさ、雨にすごい特化したなんていうの、逆に開く傘わかる？わかります。そうそうそう、あれが欲しくて、濡れた面が内側になるから濡れないよっていうやつですね。あれ感動しました、見た時。すごいですよね。だってさ、電車のさ一番横座りたいじゃん、雨の日は。わかります。みんなそこに傘立てるじゃん。座れなかった場合は一体傘をどうしておくのがベストなのか、本当ですよね。そうで、あのハンドバッグとかだったらバッグも持ってるわけじゃないですか。そう、バッグと傘が触れ合うことでバッグもびちょびちょじゃないですか。どうしたらいい、ね、だから私は長傘持たない派なんですよ。なるほど、ね、折りたたんでもう袋入れて、リュックとかバッグとかに入れておきたいタイプで、その袋はさ、ちゃんとその傘専用の袋とと、まあ袋に入れてしまえばなんかあのついてるじゃないですか。あ、ちっちゃいやつ。そう、あれギチギチしない？ギチギチに詰めてまあちょっと染みてたりはするんですけど全然まあないよりマシかなと思って入れてますね。ね、気になる季節ですよね、そういうのがね。なんか大きめのタオルを持ち歩いて、あ、それにくるんで、そうそう、折りたたみだったらくるんだり、あとね、カバンが大きいからカバンにかけちゃったりしてる、それもありますね、カバンにかけとくのね。あれ便利ですよね。あれ便利。あの電車のあそこ手すりにかけとくと忘れません。忘れた
あ、忘れた、忘れて電話した。面倒くさい。したことある？ないです。すっごい聞かれるの。あ、絵の数は何本ぐらいでした？絵ですか？絵ですか？覚えてない。でもあのすっごい裏にストックでね、ストックっていうか忘れ物が溜まってますもんね。から細かく聞かないとね、ダメなんだろうけど、答えられなくて本当に私持ち主だったかな、うん、みたいな。確かにその自信もなくなっちゃってね。え、結果手元に、ね、1個は見つかって、1個は見つかんなかった。あ、そっか、うん、ね、そういうのもありますから ね、お気に入りの傘とかだと結構悩ますよ ね、紐でつけとくのがいいかもしれない。うん、ね、名前シールだったりとか、本当ね、ぜひ皆さんこれから傘の出番もね、日傘、はい、そして雨の季節にもなるので、うん、どちらもね、あの増えてくると思うんですけれども、しっかり忘れないかつなくさないようにしながら傘で対応して過ごしていきましょう。さ、そんな今日は雨よりも日傘として活躍しそうな場所が多かったですけれども、うん、沖縄はもう本当に大きな傘が必要な強い雨とこの3時間も待っていましたが、この後コーヒータイムさらに強まりそうですね。そうですね、まだまだ梅雨前線は南西諸島付近に停滞する予想です、はい、場合によっては猛烈な雨も降る恐れがありますので、このあたりも見ていきますし、あとは徐々にあの石川県なんかも先ほど気温のランキングに入ってきたかと思います、うん、はい、暑さについても注目していきます。はい、この後のコーヒータイム、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここまではウェザーニュースライブサンシャイン3時間お送りしていきました。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。この後も最新の気象情報を確認して素敵な一日をお過ごしください。アームカバーちょっと見てみたいなと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。今日は途中でね、はい、アルコ&ピースの平子さんと、あとはハコちゃんさんがいらっしゃるなどと予想外な展開もありましたが、たくさんのコメントありがとうございます。あとは沖縄のお天気がメインでしたね。現在は土砂災害警戒情報も解除とはなったんですが、まだまだ梅雨雨のシーズンですので、どうぞ気をつけてお過ごしください。番組の配信枠がこの後切り替わりますので、今YouTube でご覧いただいている皆さんはこのままお待ちいただくか、新たに作ってあるウェザーニュースライブアフタヌーンの枠にご移動をお願いいたします。それでは皆さん、この後も強い雨に気をつけて良い一日をお過ごしください。山岸愛理キャスターです。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します山岸愛理です。お帰りの時間のお天気から明日の天気を中心にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はゆいさんがアジサイの配信をしていたんですが、はい、見てました。はい、うん、そんなゆいさんとアイリンさんはおとといでお誕生日でしたよね。 ありがとうございます。嬉しい。メッセージもたくさんいただきまして、はい、うん、お誕生日以降は昨日は出演されました、うん、昨日出演なかったので、はい、今日が初になりますね。初ですか、はい、ぜひ皆さんまだまだあのコメントも届いていることかと思いますが、ありがとうございます。せんちゃんもね、温かいメッセージをくれて、いやいやいや、もう幸せです ですね。みんながとっても優しくて幸せです、うん、私もあのパンダの帽子欲しいです。あ、そう、あれね、思った の、あの私 SNS でパンダをかぶってたんですけれども、はい、あれ何かっていうと、もともと誕生日の日に私一人でかぶっていたのを、はいはい、たまたまゆかりんに目撃されて、はい、何やってたんですかみたいな。そこから6月生まれのキャスターに一緒にやろうよってみんなに買って渡してっていう、もうパンダハラスメントをしてたわけ。あれ、自腹なんですか？自腹なんですか？被ってもらっていいみたいな感じで、あ、これこれこれ。だから他の6月会メンバーはみんな同じのを持っていて、はい、でみんなで被って写真撮ったりしてたんだけど、うんうん、せんちゃんは6月会の結構ね、新キャラな方じゃないですか。そうです、多分私が入る前のお話ですよね。そうそうそう、だからその写真をゆかりんが X で送ってくれた、はい、せんちゃんにあげてないじゃんと思って。いやいや、申し訳ないですよ。もう自腹なんですね。知らなかった。番組とかでなんか企画なのかなって思ってたんですけど、まさか自腹だとは。いや、もう言いづらい、こっちも。かぶってもらっていいみたいな、いやいやいや、ごめんねみたいな。そう、パンハラです、完全に。パンダが好きなんですか？パンダは大好きですね。へー、うん、そうなんです。だからこのパンダの遊具と一緒にパンダをかぶったんですけれども、うんうん、せんちゃんに配布しなきゃ。やった
なんか結構そのおにぎりの絵文字はもうアイリンさんといえばおにぎりじゃないですか、うんうん、パンダの絵文字をつける方も結構目にするのでどういった意味なんだろうと思っていたら好きなんですね。パンダ好きですね。なのでこのかぶり物を誕生日の度にかぶったりしていたので、こっちのイメージの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、いやでもねキャスターみんなでかぶるパンダっていうのは本当に幸せな気持ちになるので、せんちゃんにもぜひやってもらいたい。ありがとうございます。あれ何でしたっけ、ゆいさんとお二人でクマさんみたいなのかぶってましたよね、去年。クマもかぶりました。去年何かの特別番組とかでしたっけ。あれはね誕生日配信を二人でやって、はい、なんでやることになったのか分かんないんですよね、なんかやりますかって言われてノリで始まったんですけど、はい、あのクマは本当もう全然また私のなんですけど、はい、そうなんですか。え、番組じゃないですか。あれも全然関係なくて、はい、アイスの動画を撮りたいって最初に言われて、はい、え、私やりたいことあるんで持ち込んでいいですかってお願いして、はい、白クマの被り物をして、はい、白クマを食べたいっていう話をして、はい、あれを、シフト次第なんで誰を巻き込めるかわからなかったんですけど、はい、とりあえず3つ買ったんですよ。そう、見つかって誰か見つけたシフトの合うキャスターにかぶせようと思って、で一緒にそう白クマアイスを白クマで食べるっていうのをやりたかったんですが、はい、なんかそのスタッフさんともなんかいろんなキャスターともシフトが全然合わなくて流れちゃいました、うん、もったいない。そうやってねアイリーさんがコツコツ自腹で準備をしていたなんて知らなくて本当に何でもないです、ね、番組で用意されたものと思っていたんですが私物だったということです。私がただ欲しかっただけ懐かしいですね。そういえばお二人で誕生日配信で後ろもこう背景がパーティーみたいな、うん、そんな記憶がありました。そうなんです。もういよいよ誕生日をまた一周回ってきたということでおめでとうございます。せんちゃん今月ですからね、続きますから ね、 今月ね、続きますからね。 そ、 うそんなアリーさんイブニングですが、この後お天気の引き継ぎを行っていきますと、はい、沖縄と北海道でこの時間も雨が降りやすくなっていました、うん、はい、コーヒータイム結構高レベルだったんですが、うん、2分になると落ち着いたタイミングで今いただいても差レベルということなんですが、はい、この後夜にかけてもうちょっと雨の降るタイミングありそうですね、うん、そうですね、一旦落ち着くタイミングがあっても南西諸島この後も活発な雨雲が雨を激しく降らせる恐れがありますので、帰り道も特に沖縄の雨がポイントになりそうです。この後お帰りの時間帯、そして明日のお天気もイブニングでぜひご確認ください。はい、この後もイブニング17時からよろしくお願いします。お願いします。ここまでウェザーニュースライブアフタヌーンをお届けしていきました。明日もかなり暑くなります。暑さ対策に気をつけて、そんな明日のお天気も含めてこの後イブニングご覧ください。それでは山岸キャスターと素敵な一日を、ごきげんよう。本日の担当は岡本由衣子キャスターです。お願いします。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します岡本由衣子です。今夜から明日にかけて、そして週間のお天気まで一緒に見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お帰りメールでは、はい、皆さんにとってのご褒美って何ですかっていう内容で送らせていただいたんですが、由衣子ちゃんはなんか頑張った後に自分にご褒美をあげたりっていうのはありますか。しょっちゅうやるんですか素敵だと思います自分、あ、そうそう、温泉行ったりとか。あ、温泉ね、はい、うん、あとは、うん、マカロンとかちょっと高いお菓子を自分に買って帰ります、うんうん、あ、マカロンね、はい、マカロンってなんであんなに心が回復してさ、ね、なんかなんだろうね、あのお菓子ね、なんですかね、うん、あれもう自分で作れたらなって思うんですけど、うん、本当に無理なんですよねマカロンって難しいんだよね、ちょっとね。そうなんですよね、うん、周りの丸いぷくってしたやつが難しいですよね。そうあれがね出ないとマカロンとは言えないらしいので、はい、私も一時期マカロンすごい作って研究してた時期あります。作ってたんですか。作って、うん、あの周りのプチプチが出てこなくて、はいはい、ピエか、うん、ピエが出てこなくて、うん、なんで出てこないんだっていうのを何度もやってたことがあります。ねえ、まあ、買った方が早いかもしれない。そうなんですよ、ね、あとなんかこう特別感があるじゃないですか、うん、特別感あるご褒美っていう感じがするので、うん、よく買っちゃうんですけど。そう、アイリーさんなんかありますか。私もでも甘いもの食べたりっていうのは確かにご褒美だなって思うので、うん、ですよね、ね
いや、 やっぱりこう、うん、美味しいもの食べてると、うん、頑張ってよかったなってなりますよね。そう、やっぱりね、食べ物っていうのは大きいなっていうのが、いや大きいです、ね、皆さんの返信メールからも伝わってきましたやっぱりね、食べ物の方が多いんですかね。手作りもらうと嬉しいよってコメントをいただいておりますけれども、手作りか、ね、お菓子作ったりする？私あんまりしないです私もしないお料理しないんですよ。まあお菓子めんどくさいしね。めんどくさいんですよ。なんか、うん、ちょっと準備がいっぱい揃えるものあるじゃないですか、うんうんうん、なんかこうあるもので作れたらいいんですけど、うんうん、その買いに行くところからがちょっとなかなか、うん、私でも先日、キットになっているものを買ったんですよ。どら焼きのキットを買って、はいはいはい、どら焼きですか。そう、私ねお菓子の、そう、はい、どら焼きのキットを買ったんだけど、お菓子のキットでお菓子を作るっていうのあんまりやってこなかったので、もうなんて簡単なんだろうって思った。ですよね。そう、私それのブラウニー、うん、あ、ブラウニーをよく作ってました。あれ混ぜて焼くだけです、ね、もう全部あるから。そう、ありがたいですよね。そう、これは大人のねるねるねるねだって思って確かに確かに1の粉を入れて2の粉を全部順番に入れて焼いてで終わりますもんね。そうそうそう、お菓子キットはすごい発明だなって思いました。いや、あれすごいですよね。あれは作りたい、うん、なんか私は測って自分でこう量とか、うんうん、ちゃんと測るやつが、うん、そのレシピ通りにやってもなかなかうまくいかないので、うん、キットじゃないとできないんですよねキットは本当にあれ、バレンタインの作ってた、あれは何？あれは平成女子チョコですか。そう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 、あれはもうチョコレートを溶かして、うん、カップに流して、うん、もう上をデコるっていうだけ、うん、もうひたすらデコに命をかけてました。でもあれすごい可愛くて、え、本当ですか、ね、そう、 いいお菓子だなって思いながら、いや、あれなんかいいのが流行ってくれたなと思って。あ、確かに。もう見た目だけ可愛くすればいいので、うん、もう味はねそんなに、うん、はい、あのこだわらなくてよかったのでやりやすかったです。いいですねさすがキットとかいちご飴作ったりしました、家で、うん、いや、ありましたね、流行ったりしてましたよ ね流行りましたけれどもね、まあね、あの皆さんも充実したね、はい、休日を過ごしたりね、ちょっとご褒美あげたい時にお菓子作りいいかもしれませんさあ今日はですね、穏やかな天気のところも多かったんですけれども、はい、北海道と沖縄で雨が強まっているところがありました、はい、この時間帯もまだね、ところどころ雨が強いんですけれども、はい、この後も帰り道の天気気になりますね。はい、そうですね、うん、この後もだんだんお天気回復してくるところもありますが、お帰りの時間帯雨のまだ残るところもありますので、今後の雨の様子しっかりと見ていきたいと思います、うん、はい、引き続きゆいこちゃんムーンで、ぜひお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、さてここまでご参加いただきありがとうございました。ウェザーニュースライブイブニング、山岸愛理が担当しました。それではこの後も素敵な夜を。